はずいですね。あのね、あの服もう着てないのよ全然。多分もうね、断捨離してあった気がする多分一回で、ね、めっちゃね、自粛期間中に私服私服見てましたずっと見てた。見てた？みんな。そう、カープの色です。そうです。そう、なんかね、アーカイブね、見た方がいいと思う皆さんもしあれだったら。私はなんか見てよかったなってすごい思いました。今日、そう、多分アーカイブが変えるのかな、わかんないけど、まあね、余裕があったり見れる方は。すごいね、貴重すぎる。でももう私も1時間半ぐらいずっとなんかもう何の話されるんだろうって、もうずっとヒヤヒヤ止まらんくて、そう、なんか思った以上にすごい濃くて、でもすごい制作の話ってあんまり私たちもこう知らないこととかもやっぱりあるので、すごい、なんだろう、聞けてよかったなって思ったし、改めてなんか、あ、そんな、そこを、あ、そうやってこだわってくださってたんだとか、そういうのをすごく知ることが改めてできて、なんか自分たちでもすごい、なんだろう、いろいろ思うことがあったから、すごい見てよかった。そう、なんかでもさ、最初なんか見方が本当に分からなくて、なんか何をね、入力、なんだろう、なんかチケットの番号みたいなのを入力するんですけど、それが本当にできなくて、超ギリギリまでやってて、そう、焦ってました、一人で。なんか何を入れるのか、しかもなんかいっぱい会員登録して、そう、なんか分かんなくてどうしようって思って、超ギリギリまで焦ってたけど大丈夫だったけど、ちゃんとできた。ちゃんとできたら、シアラさんと知っているスタッフの皆さんがたくさん出てらっしゃって顔出しされてたから、あーって思ったそう、そう、自分でチケット買いましたそう、全員知ってる方でしたしかも、でもあの絵、とある映像が公開されたんですよ。とあるとある、めちゃめちゃ貴重な、まるまるてんちゃんの貴重なボイスもめっちゃ可愛かった、めっちゃ可愛かったですよ。プラスイコラブのとある貴重映像、めちゃめちゃ貴重映像、超貴重すぎる。私たちもメンバーってか誰か見てたのかな、わかんないけど、びっくりしました。そう、あの拡散禁止のやつなんですけど、まあ、とある超とある貴重映像がイコラブのね出てて、そう、びっくりした。え、許可、私たちは許可はしてないしてないというか聞かれてないんですけど、そう、そこでとある私の服事件があった、そうなんですけど、そういう貴重映像とかも見れるし、なんかいろんな制作の裏側とかすごい聞けることができたので、とっても良い、なんだろう、見てよかったって思いました。あれ覚えてるよ私、あれは確か
大阪の万博の後だった気がする、のイベントの後じゃないかな。確か違うかな。いや違うかな、そうだった気がするんだけどな。やっぱそうだよね、合ってたですよね。めちゃめちゃレア映像ですね、あれは。初公開っていう感じです。なんか前髪が浮いてる気がする。大阪の万博の後だった気がする。控え室がそうだった。もう何言ってるか分かんないよね、見てない方は。そう、とある映像、まつりちゃん優しいっていうかね。もうね、その今日帰ってきて、そのずっとね何してたから、放置してたから、めっちゃ目の下が黒くて、綿棒とかも今やったんですけど、めちゃめちゃ黒いですよね。めっちゃパンダさんみたいになってる。お宝映像ね。ボエリちゃん嬉しい、本当に嬉しい、ありがとうすぎて。もうペコリンチョ、何話す？あんすぐいっぱい喋っちゃうからな、いつの間にか時間経っちゃってんだよな、バカでね私。そう、なんかね、お話し会ね、私がねたまにねテンション上がりすぎて、なんか一方的にバーって喋っちゃって、あ終わっちゃったっていう時あって、もうごめんなさいってなるの。楽しいから、お話し会。そう、今日はねサイン会だったんですよ。今日はカキカキする方で、そうサイン会はすごい、なんだろう、みんな見れるんですよサイン会は。でもそのお名前をね書いていくんですけど、その方がこう結構前もサイン会やったことあるから、名前がいろいろなものにしてる方と、なんかいろいろ工夫してる方と、あ逆に今回は普通の名前なんやなって方と、とか面白かったり、そう何回か買ってくださってる方は真ん中に書いたり、左側寄せで書いたり、右寄せで書いたりとか遊びました。なんか全部一緒だとせっかくのあれなのに、なんかあれだなって思って、あれしか言ってないけど。そうだから端っこに寄せて書いたりとか、なんか変えられることはさ、こうメッセージを変えたりとかは、書いてるやつとかなんちゃらさんへっていうのを、なんだろう、か変えるのはちょっと難しい、できないから、ちょっとあの場所変更を勝手にやりました。なので届いた時に、あこれは右寄せバージョンなんだ、あこれは左寄せバージョンなんだ、これは真ん中バージョンなんだ、あこれはハートがこういうバージョンなんだ、みたいな感じで、あの見ていただけたらなって思います。なんで22入れたの、後悔してんの。いや裏は多分ダメなんだよな。そうだから、できる範囲でのちょっと工夫しかできないんだけど、そう私のサインサインっぽい、本当私的にはなんだろう、サインっぽいなって思うのは花ちゃん、花のサインが好きです。裏には普通になんか、裏はもう印刷のメンバーのそれぞれのメッセージがあります。のんのはもうスタンプにしたいような可愛いサインです。こうた、またサイン会も、サイン会もまたねあるから、全然遊びに来てね、お話し会楽しもうね。なんかねこう正方形型のサインとか、縦型のサインの子、横型のサインの子とか結構あって、まあ横型多いのかな、私は結構あの横型が多いんですけど、多いというか横型ですね。誰が縦型だろう、まあ縦型というか横ではなく普通正方形で入ったりするのは結構ナータンとか
サナとかも結構正方形に入る。ミリニャとか。私もミリニャのコラボ服ね買ったよ。でまだ届いてないけど、なんか普通に注文してる。もう確か結構前にね注文した。あ、そう、サインの、そう、全体の形のこと。今日届いたって。あのさ、パーカーみたいなやつ、パーカーみたいなやつとチェックのやつかな。どれだろう、どっちも、どっちも。私はパーカーを買いました。私はね、お話し会とかでね着ようかなって思ってます。そう、前回よりもあのサイン会は時間がね伸びてるので、応募の数もあれしてるので。パーカー何色にしたんやろ、忘れた。マジでめっちゃ何色にしたんやろ、悩んで悩んで結局何色買ったんだろう、忘れちゃったなめっちゃ悩んだんだよね。明日はお話し会一部です。一部手全然元気やで。手遅れ歌って90点以上、すごいやん、すごいやん。そうだよね、ファンの皆さんさ2時間になったからね、どこで出るかがもうずっと見といてドキドキしますよね。ちょっといいの、インスタに載ってたワンピースもし、あーピンク生写真って書いてたやつかな。あ、ジューシャンだって、覚えてる最後。今日の前髪もうダメだ次は穴、そうね、穴番告知がないですもんね、オンラインサイン会はたまになんかこう名簿でこうあるんですけど、あのね間違えちゃう、飛ばしちゃう時あるとか、同じ方がこうここら辺とここら辺にいたらまだここら辺なのにさっきこちら辺読んじゃったり、その逆だったりとかあったりする。間違えちゃったーってチェックのワンピース、チェックのワンピースどんなやつだったっけな、チェックのワンピースなんだっけ。うん、スタッフさんフォローしてくださいま。あ、わおわおわお、魚さん、ひとみちゃんもそれ落ちてた、落ちるよね。そう、そう、編み込みおろし、髪染めなきゃ。あれ15分経過しましたって、そう今日も出るんだ。え、だってさ1回さ私配信やってるじゃんか、でその時にもさ、あれ2回目も出るんでしたっけこれって、15分経って1日1回かと思ってた。ね、なんでだろう、出るんだ。何回やっても出るよって、同じ日数。そうなんだ、3年以上やってるくせに知らなかった1日2回やってることもたまにあるのに知りませんでした、知らなかった。
世の中に新しい発見がいっぱい。やばい、手が。15分の幸せとともに出るって、ひとみね、初のさ、こういうさイベントだったんじゃない？サイン会とかさ、だってまださやってないでしょ。そうだっけ、初っちゃったけさ、ひとみ今日レクチャーしとった、今日楽屋であんとなった、どうやってやるのって言ってたから、ちょっとだけ話してた。こうやってこうやってって、こういうルールだよって話してて、すごい落ち着いてた。それはもう瞳のね性格ですね。声でかかった、褒めてる。あれですよ、でも瞳とかとは部屋が違ったから、そう、声のでかさは分からない。そう、いや、オーバーするのはね、もう仕方ない、しょうがない。それだけ一生懸命書いてんねん。はーちゃんだ。ありがとう、覚えてる。でも本当にね、今日はそう、なんか前回より、まあ、結構枚数はね前回より多かったんですけど、言うてなんか普通にずっと楽しかったし、なんか一人一人なんか本当に書いてる間はもうそのこと、その方のことを思い浮かべながら、こうなんか、ま、顔がわからない方はこういう方なのかなとか、何歳ぐらいかなとか思ったり、会ったことあるかなとか、いろいろ思いながら、なんでこの名前にしたんだろうって考えながらやってた。そう、でも本当にね、こう一人の方が何枚か買ってくださってた方も何人かいらっしゃって、本当に優しくって、本当にねありがとうって、ありがとうって言いたい。本当にまつりちゃん、一緒に頑張ろう。そう、私途中暴走して、なんかそう糸こんにゃくって言ってたね、とこんにゃくって言ったり、なんか勝手に食べ物に全部例えてしまいまして、本当に暴走して申し訳ない。ね、リョート覚えた。リョートって読むんだね。リュートじゃないね。ツイッター書いてたよな。見た。ごめんって思った。リョートね。もうね、でも逆に覚えたから。リョート。ありがとう、応募してくれて。あ、ともとものともやん。こうたー、優しい、彼女の。ナナム、大好き。はい、レグルスさん、どういうこと？大丈夫なん？何何？心配やけど、どういうこと？偉いぞと言ってくれてありがとう、偉いぞ。TTC 当たりますように。インドネシアファン、ヤヌアルさん、ヤヌアルさん、彼女感なんで、ベッドの上でカーテンで手持ちで配信してるからかな、パーカーだから、なんて言ったら、あのね、でもね、サマーね、結局さんになります、多分なんちゃらサマさんへってなっちゃうっぽい。くんとちゃん以外はもうなしだと思う、多分。
くんちゃんだから呼び捨てもないし、くんちゃんさん、くんちゃんさんです。女の子もねいっぱい来てくれてて嬉しかった。くんちゃんさんって名前みたい、確かに。ズーさん、オンラインサイン会最後に書いたズーさん。普通になんか書いてありがとうって言ってる時はいつも呼び捨てしてる方は呼び捨てでって言ったりするけど、書くのはちょっとねやっぱダメなのでさんって書いちゃう。じゃんじゃんさんって呼んだ、呼ぼうか。じゃんさんって書いた名前覚えてる、覚えてる。来週は何色ペンでしょう、わかりません。私もいつも迷うんだよね、一言メッセージ迷うの。一言メッセージをみんな書いてるんですよ。そう、一緒なのかな、どうなんだろう、まだ書いてない次のやつ。いつも読んだよね、もし何書こうって。わかんない、変わるかな、変わる気がするんだけど、変わんないのかな、わかんない。でも今回はもう絵柄も違うから変わる気がするんだよな。なんて書こう。今回はずっとそばにいてねって書きました。絵柄は4個、そう、日にちも入ってるから、そうそうそう、カズレーザーでいいんじゃないって。もう見てた人しかわからん。リサちゃんの一言決めてあげたの、え、決めてあげたっけ。コウタ、コウタ、名前プラスなんかふざけたい。リョウト、かっこリュウトと言われた人です。そうだよ、カープレットだよ。もう何の話か分かんない方が絶対いっぱいいるよ。リサちゃんの一言アンちゃんに言われた言葉にしたって悩んでたからね。確かに言った記憶もある。だって隣でね書いてた時隣にいたのは記憶にあるけど、結局その私の言葉にしたんだっけ。そうだ、いやしてたわ、そうだ、何にしようって言ってなんか言われで、なんちゃらはって言ったらいいねそれにするって言って書いてた気がする。今日のペンは基本好調だったけどたまに出なくなっちゃった。そう、なんか今まではもうなんか好きじゃけんとか、多分リサも水筒よとかやってきたから、そう、多分もう好きじゃけんは前やったしって思って、でもね、何なんだろう、何にしよう、一言メッセージ、どういう言葉、みんな、なんかみんなの心にこう見た時になんかおって思ったり、なんかキュンってしたりするやつがいいなって思うんだよな。なんか一回見た時になんか私の理想は、そのちょっと今次のやつで考えてるやつは、なんか見て
一日頑張ろうって思えるやつがいいなーって思ってる。何にしようかな。ツンデレも大好物でして、みんながみんなツンデレ大好物ちゃうからなみんな明日お話し会はね、でも一つだけだから、そう、一つに魂込めて喋りますツンデレ好きじゃあさ、一言メッセージで書くようなさ、ツンデレじゃ誰か教えてよ。あんな、そういうの苦手だから。じゃあもしいいのあったらさ、書くから、なんか一瞬考えてよ。あれめちゃめちゃ悩むんだから、めちゃめちゃ悩んで一旦サイン書こうってなるんだから。たまに思いつかなくて、悩みすぎて思いつかないときは、デレはいりません、ツンのみで。好きにならんとハブてるけん。なるほど、誰かのパクロ、誰かのパクロ、私に候補ちょうだい。誰かまとめてアンが読んだやついいねって思ったやつ読むわ。嫌い。でも嘘。私だけ見てなきゃやだ。全然しようすんじゃないじゃん。デレじゃん。永遠にデロデデロじゃん。デレじゃん。ねえ、みんなそこまでさ思いついてないやん。大好きだぞバーカ。おー、なるほど。出ろ出ろ。嫌い嫌い嫌い、大好き。みんなみんな、大義はサイン欲しけりゃ取りに来い。今はなんか大喜利のコーナーになってますかね、ここ。どうしよう、あんたバカ。好きだと思ったもう大喜利大会ですね。みんなのコメントも財布出しな、どういうこと一緒にこういう方しようって、なんかもうカープ以外の他のとこのファンの方からちぎって捨てられそう私のために働いて切って捨てないよって、このポストカードでお手紙書いてね。なんで自分のとこに戻ってくんねん。
これを見たあなたは1分以内に不幸になります。つら。好きとかいうキャラじゃないし。あ、いいね。次回もよろしく。何しようかな。今日はカレー作って待ってるね。おお、なるほど、そっち系ね。私のために働いてはマジで働こうってなります。言わないわ。言わないわ。受け取りやがれ、人生変わっからよ。もうみんなのセンスがさ、もうみんなそっちに行っちゃっててさ、みやちゃんがお茶こぼしちゃうでしょ。お茶こぼしちゃう。いや、なんかさ、こう学生さん向けとかさ、お仕事の方向けとかね、あればね、けどさ、仕事頑張ってねとかさ書けるけどさ、こうみんなに、みんな共通のねやつじゃないと。はい、これ事務所の住所、ここにプレゼント送って。事務所の住所を書くの長すぎて手疲れるわ。キュンジュにしやがれ。生きてて偉いよ、メンバーが書きそうなことは。マネージャーが書いたサインだよ。逆にその一言メッセージはマネージャーさんが書いたのかメンバーが書いたのか、すごい気になるやん。生きてて偉いはシンプルに元気で。本当、私まだ生きてて偉い系は書いたことないかもしれないから書こうかな。なんかいつもね、なんか生写真のメッセージとかも一緒悩む。お疲れ様、ご飯にする飲み物がいい、それともアイスミートボール弁当箱。寝ちゃうんかーい。働いてて偉いがいいな。働いてて偉い、マリンちゃん。私の夫においで。転写って何？ご当選おめでとうございます。なんかね、なんかね、画数多い字はね、嫌なの、潰れちゃうのよ、ペンが。暴飲暴食はほどほどに。だから基本ひらがなでいっぱい書いちゃう。ワンちゃん絵は、私の絵なんかもうあれですよ、なんかあの熱湯コメントにちょっと笑ってしまった。すごい。唐突の底っていう。愛してるよは書いてない気がするな。私の絵はなんかあれですよ、なんか逆に悪いものが寄ってきそうなやつですよ。大好きって言われるのが一番嬉しいって。やっぱそういうシンプルな方がいいのかな。なんか無駄に考えすぎちゃう私。三池さん、八重山さん、改め熱湯。あ、明日しっかりお会いしたらご挨拶しよう。でも本当にそう、本当に
本当にそうだと思う。何言ってるか分かんないよね、見てない方は。マジでまたなんか何言ってんだ時間になっちゃった、ソーリー。聞いてください。そうでもあれ前もね聞いたことあった。そう、三振ばかりしそうって。応援案がしとるよ、コータ。アンと青春しよう。あのね、生写真にそういう系書いた。サイン言葉。かわいんごだねって。なんかお話し回数迷う。例えば1枚とかやっとさ、なんだろう、その1枚っていうかさ、その秒数がさどうしても決まってるじゃないですか。でもさ、こうファンの方がめちゃめちゃ考えてきてくださってるファンの方と、特にまあ別に考えてはないかな、こんにちはぐらいの方とってさ、多分分かれるじゃないですか。でもなんかこう私から話し始めると皆さん聞いてくださるから、でもせっかく用意もしてくれてるから、皆さんのお話も、皆さんが考えてくださって、私に言いたいって思ってくださった話も聞きたいし、でももしそこで別にそうやって考えてないよっていう方もいらっしゃるし、だからそうなると私から喋るしっていう、その瀬戸際がたまになんかお互いどっちから喋るってなって終わる。だからなんだろう、なんかそうね、スケッチブックがやっぱ一番いいかな。3秒前から見えてるから、その分こう私が脳みそに入れれる時間がある。お話か歌ってもらう、歌える曲とかだったらいいと思うかな。スケブゲー頑張ってください、頼みます。ノープランってスケベに書くと適当に話してくれますか。まあそうなりますよね。もちろん言葉に詰まったら話しますよ。あのね、私全然お話し会緊張しない、てか握手会もともと全然緊張しないの。なんかもう本当にコンサートめっちゃ緊張するのに、お話し会とか握手会ってマジで緊張しないんだよね。なんでだろう、本当になんかいい意味でだよ、多分普通にただただなんかもうね、友達と喋ってるって感じ、なんか友達って感じ、みんなフレンド。あの例に来てくれた方みんなフレンドって思ってるから、なんかすっごい年上の方でもヤッホーとか言うし、なんだろう、全然あー緊張するなってなってない。え、疲れない、楽しい。
通になんか一回止まってあったりとか、止まるっていうか一回間が空くとすると、で次の方が来てで見えたりする、なんか準備してて、あ、丸々さんだ、あのこと話そうって思い出してる時間があったりとかある。全然まとめ出しって最高何枚まで、わかんない、持ってる枚数だったらいいんじゃないかな、わかんない、どうだろう、最高とかない気がする。心臓止まるかと思った。あかんよそれは。うん、数十分話す時もある。もう独占よね。こっちも独占。ファンの方を独占。お互い独占って感じ。こっちがなんか食べてる。うん、ありなんじゃない？ありなんじゃないというか食べてる方いたけど大丈夫だった。なんか私たちもさ、正直さ、こう手探りだからさ、まだあんまりわかんないけどさ、ありだったよ。ねえじいじ、でもいやさ、あっという間だったよね。普通に楽しかった。だっていうかなんかは、人間同士って話そうと思えば全然話せると思うんだよね。てか逆にさ、だって別に知らん人同士だったらさ、もう人生何してきたかとかさ、何兄弟は何人ですかとかさ、好きな食べ物とかさ、もう考えればさ何でも話せるくないって思う。なんか普通に別になんか初めましての人でもなんか趣味とかお互いおそろっちのもの見つけたり、なんか最近食べたものとか、なんでイコラブ知ってくれたのとか、そういう生い立ちの話とかできるし、なんか全然余裕なんだけど、なんかじゃあゲームしようよとか、そうねえ。陽キャやんって、陽キャちゃうで。もはやビデオ通話、そうよ。ツーショット。スリーショット。ちょっと手が疲れてきちゃった。私の寝床大公開スペシャル。マジっすかさん、マジっすか、持ってくれんの。寝床ってどういう意味？適当に言ったんだけど、私の寝ている場所。三脚持ってこようかな、疲れちゃった手が。違うの、私引き出し方全然上手くないので、ファンの方となら喋れるの、なんでだろう。別になんか大人の方とか普通になんだアイドルさんとかと喋るのは正直上手くないです。そんな得意じゃないけど、ファンの方となら話せる。なんてだろう、わかんない。ちょっと一回三脚とか持ってくるんで、ちょっと真っ暗になります。せーの、バイバーイ。
ただいま。電気つけよう。暗い。眩しい。眩しすぎるよ Miss you ちょっと複雑 Miss you 君はサンシャイン Miss you 照らしてくれるだけど私愛だけじゃ明日の髪型はね決めてるけどね、そろそろね髪型のバリエーションがな結構いろんなのやってきてな迷うな。だってポニーもしたしツインもしたしおろしもしたし編み込みたらしもしたし編み込みもしたしっていう。今私はあくびをしました。こうやってこうやって前髪だけ写してあくびしたの。すぐバレちゃいますね。バレバレ。そうでも明日は一部なのでね、まあ、ちょっともうちょっと終わらないといけないんですけどね、終わるんですけどね。すぐバラしちゃう。謎のカメラ外しは大抵あくび。あくびしてないよ。おるちゃん、あるちゃんっていうかね、これがもうね頭痛いの、頭痛い。これなんかね髪の毛ずっとつってるから頭痛いからもう取る。ミニライオンぐらいになるかもしれない。見て、三つ編み取った。タイプトーン、プードルヘア、プードルヘア見て、プードルヘア。プードルヘア、プーマジでプードル、やば、ちょっとダメだね。変なになっちゃった、やだ、すごいやだ。ちょっとに1個結び、急にラフ、急にすっごいオフな人になっちゃった
鬼手にパーカーはスコって本当？どう？ちょっと男の子っぽい？なわけないか、前髪あるから。やおやおやおや。男の子ではない。ボーイッシュですか？三角。四角。丸。遊び出した。この放送はノーループループです。そう、お風呂入ってない、まだ。なんでやねん、はぁ、イコールラブの見ててや、おっちゃんも見ててや、輝く日本の星になってみせるぜ、東京に行くイコールラブ、なんでやねん好き、なんでやねんアイドルめっちゃ好き、面白い。ワンツーハートワン、なめくじみんなの影に隠れて、ワンツーじめじめなめくじ、恋って進まない、日向の葉っぱよりも湿った裏側がいい、見つめ合って話すより片思いがいい、眩しすぎる君なんだ、どれだけ好きでも無理さ、ベイビーなよなよなめくじ、お願い背中のジーパン、ちょっと あげてちょうだい、甘えた声で言われると背中のジーパン、君の両手で、ハートの独占権、ちゃ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 、視界が暗い前髪が長い
謎な髪型。不思議だね、恥ずかしさ見てみたいのよ。そろそろ終わろうかな。そろそろ終了します。気持ち二度とないでしょう。月はゴール知らずに走る。いい曲。13位から読んでいきます。13位がトモ、12位が MKT さん、11位がシンタクさん、10位がユカリン、9位がタカヒロ兄さん、8位が台湾のシェンさん、7位がマサくん、6位がレグルスさん、お家頑張って入ってね。5位が人生じいちゃん、4位がタカヒロさん、3位がイトコンさん、2位がポークたまごさん、1位がさしなゆいさんです。ありがとうございます。1人目スケサブローさん、2人目魚さん、3人目リュウさんの3人です。ではじゃんけんします。せーの、チキン、じゃんけん、じゃんけん、チョキ、チョキです。それではまた明日オンラインお話し会に来てくださる方はお会いしましょう。ショールームはまた夜やります、明日。それでは今日は一日ありがとうございました。以上、イコールラブです。